2気筒ミドルクラス、まあ、大型バイクの中でもね一番激戦が期待される、いやもう激戦になってるクラスですよね。その中で2気筒エンジン、まあパラツインだけじゃなくてね V 型も含めてなんですけれども、2気筒をちょっと16台比較してみようと思います。まあ、全部ね徹底的に比較していくともう尺がもう長すぎてもう何時間にもなってしまうので、簡単に16台さーっと一気に見ていきます。で詳しく1台ずつ見たい方は各1台ずつもうインプレッションが出てますので、そちらのリンクは貼ってあるのでそちらで詳しく見ていただければと思います。まあね16台もう個性がすごいですよ。ほんとねこのクラスはね暑いですね。それで乗りやすいで日本のこの風土国土にはすごく合ってるんじゃないかなっていつも思います。でパワーもねやっぱあるんですよね、しっかりと。でまあ鼓動感があったりね、速かったりかっこよかったりアドベンチャーがあったりネイキッドがあったりという、まあなかなかのボリューミーなクラスになっております。では16台一気に国産も海外も一気に見ていきます。1台目は川崎 Z650RS です。これもね2気筒でがっかりした人もいるかもしれないですけど、めちゃめちゃ乗りやすいですよこれ。で Z900RS よりも軽いんで、しかも回せるエンジンなんですっごく楽しいです。まあこれ一言で言ってオールマイティーなオートバイです。アクセルを緩く開けてればもうとことこ走れるし、ガバッと開けたらほんとやんちゃな感じでゾーンとトルクが出てくるんですね。でしかもそのトルクをしっかり支えるサスペンションがまたいいんですよ。これちょっとね柔らかめなんですけど、この柔らかいのがすごく操舵感があってすごく楽しいエンジンで、次は今度ヤマハですね。 MT-07 になります。まあこれはねすごいコストパフォーマンスいいですよね。もう斬新なデザインとこの軽さ、モタードチックな感じですけど、だいぶ初期のモデルよりはもうちょっとフロントがね落ち着いてはきました。でやっぱり軽快ですよね。このヤマハのエンジンが、まあ、270度クランクを全世界的に火をつけさせたエンジンっていう、そういうようなイメージのバイクですね。もうほんとねどっからでもねアクセルを開ければついてくるので非常に走りが楽しいです。こちらも操舵感がすごくあります。ただフロントがちょっとだけ軽いのが癖があります。まあ、ポジションも楽なのでね、まあ、ただこのポジションが好き嫌いはどうしても出ちゃうかもしれないですね。モタードチックなどうしてもポジションになるので、まあハンドルをこじって曲がる方が曲がりやすい場合もありますね。ただセルフテアでもスッと入ってはくれます。ただやっぱりさっき言ったようにちょっとねアンダー気味になる、ただアンダーにはなってないとは思うんですけど、まあその辺ちょっと個別のインプレッション見てください。ちょっとねその辺がふっとねフロントが抜けるような感覚が出てくる時があります。次はドゥカティです。スーパースポーツ S ですね。まあ今ねもう新型が出てまして、若干デザインが変わっています。まあエンジンの特性も少し変わったかな。まあ基本 L ツインと言われる V 型のエンジンになります。これはねすごくレーシーなデザインなんですけど、実はツーリングバイクなんですよこれね。思ったほど前傾はきつくはないんですね。それから中低速のトルクが非常にあるので、ツーリングにはすごくね楽しいエンジンになってます。それからフロントウィンドウも上げ下げできたりとか、あとは荷物パニアケースがねサイドにつけられるもうオプションもついてるぐらい実はツーリングバイクなんですよ。ただし L ツインなので、まあ、ワインディングもねしっかり楽しめます。ただちょっとねフロントに荷重をかけてあげてすごいドゥカティらしいコーナリングをするんですけど、まあ、これもねちょっと個別のインプレッション見てください。すごくね楽しくて、私はこれ一泊のツーリングの時にこれを借りて行きました。次は KTM です。
790デュークですね、まあ、890も出てます。このねパラツインはねほんとジャジャ馬です。もうね面白いぐらいジャジャ馬なんですよ。だからまああんまり初心者には勧められないですけど、アクセルワーク掴んでしまえば軽い車体とねもうほんとねヒラ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 いきますよ。これこれでガバッと上げたらズドーンってくるから、ほんとねジャジャ馬を鳴らしていく感覚でやっぱり上達がすぐわかるのがすごい楽しいです。でもちろんワインディング、これめちゃめちゃ早いと思います。でねこれ見た目はねちょっとねデザインが個性がすごく強いんですけども、実際見るとね結構ねかっこいいんですよこれ。まやっぱりねあの KTM はねこう繊細なトルクとかすごく細かいサスペンションの動きとかすごくあの本格的なレースで鍛えた部分があるので、あとオフロードが得意なメーカーなので、その辺のバランスの取り方が非常にうまいバイクなんで、これねほんと軽くて速くて乗りやすいです。もうほんとね一回皆さんに乗っていただきたいバイクですね。次はホンダですね。 NC750 です。これはね好きな人は大好きだと思いますね。すごく低重心で安定している、まあ、2気筒エンジンで、しかも 750cc でヘルメットがあの通常タンクになっているところに入るっていうところがすごく特徴的な、まあこれもどっちかというとツーリングバイクです。でヘルメットが入るのでちょっとフレームの構成が普通のバイクとちょっと違うんですよ。でそれによって低重心というか重心がね低くなって安定感があるんですけど、ちょっとそのせいで普通のバイクとは乗り味が違ってます。だそれが好きな方はもうすごくいいし、これが好きな方はこれ以外のバイクはもう選択肢がないんですよ。どうしてもバランスが変わってきちゃうから。でまあこれはよくできたホンダらしいバイクですね。慣れるともうこれしかないっていうバイクですね。次は川崎の W800 ですね。このねレトロな感じもう大好きな人いっぱいいますよね。でスポークホイールで、このキャブトンマフラー、キャプトンっていうのマフラーで、360度バーチカルツインっていうね、ピストンがあの交互じゃなくてね一緒に2気筒動くっていうねタイプですよね。音がねすごくいいですよね。あと鼓動感が、ただ鼓動感は細かいビリビリビリってくるような細かい泡がね、炭酸の細かい泡がねこうシャンパンの泡が湧き立つような感じの鼓動感なんで、まあ好き嫌いはまああるかもしれないです。ただ排気量はねしっかりあるので、まあ、高速道路も全然遜色ないですし、ただすごくねガツンと速く走りたい人にはまあ向かないかもしれないですけども、景色をねゆっくり眺めながらすごくこう綺麗なところへね旅するにはすごくいいバイクです。でこのねデザインがなんといっても最高ですよね。このねレトロ感覚のもので、中身はねやっぱり近代的なオートバイなんでライトも LED ですしね、そこはもう川崎さんもツボを得たもう構成になっております。で次は鈴木の名車ですね。 SV650 です。この V 型2気筒は本当に優秀なエンジンです。まあ最初に言うとちょっとサスはね若干残念な感じだと、シートが薄すぎるのがちょっと残念なんですけれども、まあ今度ね新しく 8S が出ますよね。 GSX8S、 あれはパラツインです。パラレルツイン、こっちは V 型2気筒になります。ただこの V 型2気筒がね中低速もそうだし高速も全部トルクがしっかりあって、しかもレスポンスが非常にいい。で車体はそんなめちゃめちゃ軽いわけじゃないんですけれども、そのレスポンスの良さとこの自在性のある V 型エンジン、どこからでもついてくるそのトルクによってすごく自在感があるんですよ。ほんとね操ってる感覚、もう脳に反応して動くぐらい、体とつながってるぐらいすごく小気味よく動いてくれるのがこのバイクの一番の魅力なんですよ。だからね乗ってて楽しいんですよね。やっぱりこうバイクが勝手に動いていくっていうんじゃなくって、操ってる感覚が非常に強いバイクです。次はトライアンフですね。ストリートツインです。今ね名前が変わりましてスピードツイン900っていう名前になりました。ただ名前が変わっただけです。同じものになります。でこれも270度クランクのツイン
パラレルツインですね、並列ツイン、直列ツインのになってますけど、これねすっごい乗りやすいですよ。で、鼓動感がすごく気持ちいい。これね、初心者の人にぜひねおすすめしたいオートバイです。まあ、若干ね、ニグリップがタンクが細すぎてしづらいっていうところはあるんですけれども、非常にトルクの出方がマイルドなのと、あとそのパチンパチンって風船が割れるような鼓動感がね、ゆっくり走っててもね気持ちがいいんですよ。で、サウンドチューニングも結構されてるんで、そんなね変な音だっていう2気筒のイメージはないと思います、これ聞くと。で、マフラーもこれは書いてあるやつなんですけど、ノーマルのマフラーでもいい音します。で、しっかりとパワーもあるので、まあこれ5速しかないんですけど、でもね高速道路で全然そんな困ることはなかったです。しっかりねトップギアをね速度が出るようになってます。おすすめです。で、次はヤマハですね、 XSR の700です。まあ若干デザインが変わった新しいタイプが出てますけれども、仕様はそんなに変わってないです。これもね乗りやすいんですよ、ほんと乗りやすいの。これはねまた270度クランクのパラツインな、パラレルツインなんですけども、ヤマハはねきっかけだけ与えてあげれば、あとはその後マシンが手を携えてくれるように綺麗に曲がっていく、そういうオートバイです。だから自分で操り感もあるし、でバイクとしてのそのサポートもしっかりあるので、すごくね乗りやすいんですよ。で、ガバッと開けた時のトルクはやっぱり270度クランクのもうなんかね地面を蹴り飛ばすような感覚っていうのはあるんですね。そこがこのバイクの面白いところなんですよ。ただしアクセルをそんなガバッと開けない時は本当にマイルドに加速してくれるので、いわゆるドンツキみたいのはないです。まあラフに開けたら何でもドンツキはあるんですけど、しっかりマシンをコントロールしながら乗っていける、で上達もすごく分かりやすいバイクなんで、すごくね初心者の方にはおすすめするオートバイになります。次はモトグッチです。これはねいいですよ、モトグッチ。この V 型の2気筒で縦置きって言って、まあエンジンのシリンダーヘッドが横にはみ出てます、斜めにね。ただこれがいいんです。それで鼓動感がすごくドドドドドっていうのが、なんか生き物に乗ってる、バイクに乗ってるぞっていう感覚がすごくあります。で、これも街中ね最高に楽しいです。その鼓動感がたまらないんですよ。で、アクセルレスポンスが非常にいい。で、このクラッチがね、単板鑑識クラッチだっけかなっていうのが入ってまして、すごくねレスポンスがよく伝わるクラッチなんですよ。で、このデザインもいいでしょ、この古めかしい感じで。これは V7 スペシャルなんですけど、スペシャルはねヘッドライトも LED になってないです、わざと。で、 V7 ストーンっていうのもあるんですよ。ストーンはねヘッドライトが LED にはなってるんですけど、これはわざとそうなってない。で、あとこのクロームメッキがねところどころいいでしょ、スポークホイールとか。すごくねこれね街中乗ってほんと楽しいですよ、ゆっくりでもね楽しいバイクで。もちろん排気量は850あるので、高速道路も全然遜色ないので、ツーリングにでも使いやすいオートバイです、味わい深い。で、次はヤマハのテネレですね。これはねオフロードバイクですよ、これはねヤマハの本気を見たオートバイです。シートコはちょっと高いんで、なかなか足ツンツンになっちゃう感じだったんですけども、すっごく楽しかった。これはねセローの上位互換みたいな感じで、サスが結構柔らかいんですけど、その柔らかいおかげでこのね、まあ XSR700 と同じエンジンですね、270度クランクのエンジンのレスポンスがいいところと、そのレスポンスに反応しサスもすごくしなやかに動くんです。だから操ってる感がすごくある。で、オフロードは乗ってないんですよ、オフロード乗ってなくてオンロードで乗ったんですけど、オンロードでコーナーが低速であってもすごく楽しいです。それぐらいサスがよく動いてくれるんですよ。で、その動きが要するに自分が操作している感覚とすごくシンクロするんで、そこが楽しいバイクです。で、きっとオフロードも楽しいと思います。で、次は BMW です。 BMW の F900R、 あんまり知られてないかもしれないですよね、もっと上位のモデルばっかり売れてますけど、実はこれ隠れた名車なんですよ、この2気筒エンジン。素晴らしいですよこの2気筒エンジン、さすが BMW。
で、一番の特徴はエンジンブレーキのコントロールがすごく微細で、本当に乗り手のことを考えてる。これだけね、エンジンブレーキをしっかりコントロールしてるバイクってこのクラスではないと思います。だから交差点の右折をする時でも楽しいです。それぐらいすごくアクセルコントロールとかサスペンションとかすごく繊細にコントロールしてるオートバイです。これはね、ほんと名車だと思います。で、音もいいんです。で、結構ね、この装備が充実してます。これね、乗ったら楽しいバイクですよ。パワーモードもしっかり設定してるんで、ダイナミックで走るとすごく速いですし、で、もうとにかくこれ乗ってみてください。楽しいから。次はドゥカティですね。モンスターです。モンスターが一新されました。もうね、すごく軽くなった。で、細身になったでしょ。これね、で、足つきもめっちゃめちゃいいです。身長のそんなに高くない方も、女性もすごく足つきがいいので、これはおすすめです。で、昔のドゥカティの L ツイン、これも L ツインなんですよ。L ツインの気難しさがね、全くないんですよ。だから初心者にもすごくおすすめできるオートバイになっちゃったんです、これ。で、軽いのと、あとパワーはね、めちゃめちゃあるんで、もう速く走ろうと思ったらすっごく速く走れる。で、昔の L ツインっていうのは、もうそれこそフロント荷重にしないとドゥカティらしく曲がらなかったんですけど、これは普通に曲がります。普通に曲がるって変な言い方なんですけど、すごくね、今時のバイクに近くなりました。ただし、L ツインのドゥカティらしい、後ろを蹴り飛ばすような感覚は残ってるので、乗りやすくなったドゥカティとして非常におすすめできるバイクになってます。で、次はスズキのアドベンチャーバイク、V ストローム650です。またね、モーターショーで、V ストローム 800DE だっけが出ましたけども、あれはパラレルツインです。これは V 型2気筒です。このね、アドベンチャーバイクはね、基本設計は古いですけど、ものすごく乗りやすい。こんな乗りやすいね、疲れないアドベンチャーバイクはね、なかなか、まああるんですけど、なかなかこのクラスではないです。これね、ほんと気軽に乗れるんですよ。で、アドベンチャーの中でも足つきがすごくいいので、本当におすすめで、やっぱりね、 SV650 と一緒で中低速が厚くなってるので、すごく扱いやすい。で、どの回転域からでもアクセルを開ければついてくるから、非常に乗りやすいです。で、積載性もいいし、まあ、一個言うと、その風がね、若干巻き込むんですよ。このフロントシールドがね、もうちょっとなんか改良した方がいいなってところはありますけど、ロングツーリングがね、本当気がもう許せて疲れにくいです。もう疲れないですよ、これ。なかなかこんないいバイクで、なかなかアドベンチャーないですよ。で、次はトライアンフですね。トライアンフのストリートスクランブラーになります。これもね、本当面白かった。スクランブラーってこの格好だけで別にツインでしょって思ったら大間違いで、これも270度クランクなんですけど、これね、ほんと低速でも楽しいです。で、やっぱりこれも中低速にトルクを厚く振ってるんですよ。で、ちょっと開けて普段使う速度域に、まあ、最大トルクの 80% ぐらいがもうすぐ出ちゃうの。だから楽しいの。すごくね、もうキビキビ走ります。で、これも駆動感がほんと楽しくって、もう普通にこう、まあツーリングのそんなに飛ばさない領域で非常に鼓動を感じながら走れるんですよ。で、もちろんアクセル開けたらグイッと出ます。で、このスタイリングもかっこいいでしょう。このマフラーのね、このヒュッと出た2本の形、これがね、ほんとたまらないね。乗ってね、ほんと初めて乗ったんですよ、スクランブラーに。で、こんなに楽しいのかと思ってびっくりしたバイクの一つなんですよ。非常に乗りやすくて、ほんとね、これ初心者にもおすすめできるオートバイです。楽しいです。最後はまた KTM です。これもアドベンチャーバイクなんですけれども、こちらは890アドベンチャーです。これもアドベンチャーバイクなんですけど、これも乗りやすい。これはね、特徴がタンクがね、両サイドに吊り下がってるんですよ。それで重心がすごく低くなる。で、低重心で下に重心があって、上は軽く動くんですよ。だからすごくね、扱いやすいです。で、これね、ほんとね、乗ったらわかります。
ほんと走りやすい。もうね、なんだろう、ほんと自在に軽く動く感じで、実際軽いんですよ。結構 KTM はね、軽いバイクが多いんですけど、すごく軽快です。で、オフロードで鍛えたこのトラクションのコントロールがすっごく微細。ここまでこのクラスでこだわってるこの操作性っていうのはないと思いますよ。すごく乗りやすい。だからこれロングツーリングもすっごい楽だと思います。これね、乗ってみてください。ほんとびっくりするぐらい楽で、 KTM はね、もうほんとデザインが気に入ればほんといいバイク多いんですよ。ほんと軽くてね、面白いバイクです。2気筒ミドルクラスもいろんな個性があって、いろんなおすすめありますよね。まあ大体どれ乗ってもね、外れはないと思います。だからどこに好みがあるかっていうことですね。あの270度クランクがいいのか、まあ360度バーチカルがツインがいいかとか、 V 型がいいとかっていうのはいろいろあるんですけど、とにかくね、全部ね、乗りやすいんですよ。それはね、やっぱりね、そこまで大きい排気量っていうのは回さないとなかなかいいところが出てこないんですけど、このクラスはね、もうちょっと回せばもうすぐ美味しいところが出てくる。だから普段使える領域が美味しい部分が長く乗ってて使えるんですよ。そこが一番の魅力です。で、もうあとは個性でね、選んでもらったらいいので、もうぜひね、まあ新しいバイクも出てきます。だけどもうほんとね、どれを乗っても多分楽しいと思います。まあ、特にね、あの貴重なのは V 型になってくるかな。だんだんね、 V 型っていうのはなくなってきつつあるので、まあどれかね、ちょっとぜひ乗ってみてください。激戦の2気筒ミドルクラスでした。